はい。新海誠監督の新作2022年秋公開ですか。スズメの戸締まりという映画の発表会が先ほど YouTube で公開されまして、それを見たところですね、やっぱり予想通りだったなと思いまして、 えー、音声を取らせていただきました。えー、まず、君の名は、えー、三部作の、えー、完結編というふうに見て、えー、いいんじゃないかなと思いますね。えー、もちろん、君の名は三部作ってことは、君の名はと天気のこと、そして今回の、えー、スズメの戸締まりですね。えー、君の名は、えー、何だったのかと言いますと、 えー、君の名はですね、えー、私が思うには、あれは水、えー、星がですね、えー、日光機墜落事故をモデルにしてると思われます、えー。新海誠監督、私より年上なんですが、かなり年は近いと思うんですが、えー、あの日光機墜落事故がね、起きた時、えー、私はちょうど、えー、小学生か中学生で、 えー、ちょうどあの時羽田から帰ってきた直後、えー、家のテレビをつけたら、えー、どうやら日光機が行方不明というような、そういう感じだったんですよね。なので、あの羽田、秋田から羽田に帰ってきた、えー、ところだったんですが、えー、まさしくあの時の羽田、 とすれ違ってた人の中に、まあ、えー、日光機に乗ってた人がいたかもしれないですし、まあ多分いたですし、えー、かなりまあニアミスだったというか、まあ自分が飛行機乗ってきて帰ってきて、えー、テレビつけたら飛行機が行方不明っていうのはかなりまあ衝撃的ですよね。で、その後も結構衝撃的でした。で、えー、この 君の名はのですね、モデルが、えー、日光機墜落事故と思われるですね、えー、まあいろいろあるんですが、まあ一つはやはり、あの、墜落事故現場が、えー、新海誠監督が、えーえー、生まれ育ったところから近いということですね。そして、えー、その墜落した現場がですね、 いわゆる、えー、まあ、高間ヶ原と呼ばれる、えー、まあ、高間原と呼ばれるところは、まあ、いろいろあるらしいんですが、まあ、その一つなんですよね。まあ、そこに、えー、日光機が墜落して、えー、大勢の方が亡くなって、えー、それが、ま、連日ですね、えー、ワイドショーで取り上げられ、で、未だにまだですね、えー、えー、解決していないというすごい事件なんですよね。えー、 もう、風化させたくてしょうがないと思うんですよね。風化させたい人はね。だけどやっぱり未だに、まあ今でも YouTube で、えー、ちょっと、えー、取り上げられてる方がいて私も、えー、チェックしていますが、えー、未だに全部公開されてないんですよね。えー、そういう事件なんですね。えー、まあそれでまあ、あの、あんまりこんな不謹慎なことをね、 えー、まで、あ、に出して、君の名は、のモデルはね、二キ墜落事故だっていう人はね、まずいないと思うんで、えー、まあ、あれはですね、七夕をモチーフにして、彗星が、えー、分別れた、えー、彗星に会いに行く話と、まあ、まとめ、 またそのまあ川村元気というチューニングというか、えー、新海誠監督のその乙女なところはさすがだと思いますそしてまあこれはあの君の名はですからねえー、目覚め編ですよねえー、新海誠少年が目覚めたっていうことの第一部ですねで天気の子なんですがこれは新海誠少年がですね 青年になって、で、まあ、大学ですね。結構なんか、えー、地元では名士のお家で、えー、偏差値も高い。偏差値っていうのはよくわからないんですが <laughs>、まあ、大学受験とか適当にやってた人なんで、あんまりわからないんですが、まあ、頭がいい。えー、地元でナンバーワンですかえー、の高校出身で、おもちゃは、ですよね。それがですね、えー、まあ、 上京して、まあ多分一人暮らしですかね。を始めて、それがまあ中央大学で、えー、まあ、えわ、ー、かりにくい、わからない方でもね、わかるところにあります。それはあの、東京ドームの近くなんですよね <laughs>。東京ドームの、東京ドームにあると思っていただいてもいいぐらい近いですから、まあ東京ドームと同じだと思ってい,いいと思います。はい。そして、 えまあそこからですね、えー、あの天気のこの舞台になった、えー、新宿山吹町、あるいは新宿区の神楽坂というところ、えー、この泊まり込んでいたあのデザインオフィスは、えー、ちゃんと実在していまして、赤木神社の下にある、赤木下町ですかね、赤木神社の真、まあ、下にあるんですよね。えー、今でもありますんで、えー まあ、聖地巡りをしたい方は、まあまあ、もうもちろん知ってると思いますが、えー、天気の子。えー、天気の子は多分だから、新海誠監督が上京して中央大学に通ってる時に、住んでた周辺がモデルになってると思いますね。で、まあ、君の名はの方は本当に住んでたところですよね。あの、えー、なんとか神社とかですね。 はい。あそこですね。あの、某宗教団体がいっぱい、えー、住んでるところですか。某宗教団体のマジになっちゃってますけれども。はい。えー、それで、まあ、じゃあ、天気の子は何なのかというと、まあ、えー、状況区学生編ということですよね。そして、えー、第三部完結編が、えー、スズメの戸締まりということなんですが、まあ、これは、 えー、立川ファルコム編なんじゃないかなと思うんですよね。えー、ファルコムに、えー、入ってですね、イース2のオープニングかななんかを作ったりすると思うんですが、えーまあ、私も多分年が近いんで、えー、まあ音楽やってまして、えー、なんか片っ端からデモテープを送って、その一つにフォンファルコムもあって、 でで日本ファルコムはちょっと丁寧にですね、えー、まあ定型文ですけど手紙を返送していただきまして、えー、就職っていうのは人生を決めることなんででんでんって書いたってあるんで <laughs> そういうお手紙をいただきましてねまあダメだったってことなんですけどまあ音楽っていうのはかなり専門性が高いので えー、私みたいなね、適当にこうやってる人はダメなんですよね、こういう時はね。えー、だからまあ音楽でもし飯を食うとなったらまあやっぱりちゃんとアーティストっていうか芸術家の方にならないと、それは職人になるんだったらちゃんと、えーまあえー、まあ音楽大学とか芸大とか、えー、そういうのを通ってた方がねいいと思うんですよね。 まあア、アーティストでしたら、まあ何でもいいんですけど、まあ手に食ついてた方が、まあ飯が食えますからね。そしてまあ、えー、か日本ファルコもまだ縁があって、えー、なんかもう一回同じような手紙をもらったことがあって。<laughs> そんななににゲーム会社に来たたかかったのかなっのて今思うとね、はいまあ、今はゲームの仕事もたまにやらせてもらってってはしゲームの端っこの世界もちょっとあいるんですけど、えー、そうですね、えーまあ、割とゲームに関わりたいと思えば関わることもできるしまあこのネットの仕事をしてると何でも関わってしまうと。 いうことはありますよね。だから新海誠監督にもしかしたらニアミスしてたかもしれないかなと思うとね、感慨深いですが。えー、まあ日本ファルコム編ということですね。まあだから結婚編まで行くと思うんですよね。えー、そしてこのスズメの涙っていうのは、じゃあ何なのあ、鈴メの涙じゃないですね。それは違う物語ですね。スズメの戸締まりっていうのは、じゃあ何なのかっていうと、 やっぱりこれも、えー、新海誠監督が大好きな神話だと思います。えー、スズメ、えー、スズメって普通にこう女の子の名前をつけてると思うんですが、やっぱりこれは、ス、えー、まあ、スズメという漢字にすると、この漢字がいろんなところでね、えー、使われてますよね。えー、まずあの、スザクっていうのがいますね。 で、赤いスズメと、種のスズメと書いてスザクですかね。で、あれはやっぱりスズメらしいんですよね。で、スズメって茶色ですね。茶色と種は、まあ同じということらしいんですよね。えー、なんで、赤いスズメ、茶色のスズメっていうのはスザクっていうことになって、まあ、割とスザクって書くとちょっと強い感じがしますよね。 えー、そして今回なんかアクション映画だっていう風に言っ,て言ってるんですね。そして、えー、まあ誰も見たことがないようなアクション映画だと言ってるんで、もしかしたらですけど、これは召喚するんじゃないのかなと、スザクを <laughs>。あるいはスザクに化けて戦うのかなっていうふうにも思ってしまいますね。まああの、例えば神社、 に行くとですね、まあ、鳥居がありますよね。こうゲートがありますよね。ゲートキーパーですよね。鳥居も赤いですよね。で、鳥居ってつきますよね。なんで、この、えー、スズメちゃんがですね、まあ、ゲートキーパーの役割をしていて、で、えー、まあ、鳥居ですよね。だから、扉、扉って言って、こうちょっと近代的な感じにしてますけど、まあ、あれは鳥居のことなんじゃないのかな。 って思うんですよねそして、えー、じゃあ結婚、なんで結婚編なのかっていうと、この、スズメというのがですね、えー、天の、雨のうずめですかね、のことらしいんですよね。えー、これはですね、えー、今ですね、私も全然小事記とか知らんので、えー、前ちょっとコンビニでね、えー 売ってた漫画の、えー、古事記ってやつをバーっと読んで分かった気になってるんですがまあそれは人にあげちゃったんで今ですね Amazon で Kindle でないかなと思ったら全く同じのがあってしかも、えー、プライム会員だと無料で読めるっていうねとんでもない時代ですよねでそれで今パーッと、えー 雨の、雨の渦目がね、出てくるところまでパッと見たんですよね。えー、っと、これはまあ皆さんよく知ってる物語ですよね。で、まあその前に、まあ、イザナキっていう人とですね、イザヨミかな。これが、えー、まあ、あの、淡路島を産んだっていう神様ですけど、まあこの神様が、えー、土のなんとかっていう火の赤ちゃんを産んだ時に火傷で、えー 死んでしまって、で、読みの国に行って、それを取り戻そうとしたら、えー、まあ、あの、えー、醜い姿を乱れて起こったいざナミかないざナミが、ええー、いざ泣きをですね、えー、追っかけてきて、そして、ええー、いざ泣きが、えー、岩を えー、蓋して、えー、逃げてきたみたいな、そういう話があるんですね。もうすごいざっくり言ってます。はい。えー、た、まあ、多分この話がベースになってくるのかなと思いますね。そしてこのイザナキの、えー、子供ですかね。子供がアマテラスですね。太陽神ですね。で、このアマテラスが、えー、天の岩戸に隠れたんですよね。 そして、そのアマテラスをおびき出すために、雨の渦めというですね、これは芸事を司る神様って書いてありますね。はい。それで、えー、踊りを踊ると。で、まあなんか元祖ストリッパーっていうことになってるらしいですね。はい。で、まあこの、雨の渦めがじゃあ何なのかっていうと、 これが、えー、新海誠監督のパートナーの方なんじゃないかなと思うんですね。えー、まぁ、あ、新海誠監督のパートナーの方は、まあ、えー、芸人さんなので、えー、あのー、普通の一般人ではないんで大丈夫だと思いますが、<laughs> えっと、えー、っと、なんだっけな、えー ダンサーであり、役者であり、そして、えー、宮台、し、新次かなの秘書、元秘書とかね、すごい肩書きの方なんですけど、まあ、新海誠監督はね、まあなんか一回浮気して取り上げられてましたが、えー、この雨のうずめと出会うのが今回の、えー、第三部、えー、すの、えー、戸締まり。 とということだと思うこだ思んですよね、えー、そしてこの物語のベースになってるのは多分日本ファルコムのイースじゃないのかなと思うんですね、えー、イースもですね、えー、イースは扉ではなくて本だったんですけど形がかなり似てますよねということなので、えー ま、予想していた通りですね。えー、キメロナ三部作の完結編、チ、えー、立川ファルコム、えー、結婚編を、えー、しかも、えー、ちゃんと扉を閉じるというメタファーを使って終わらせるというね、えー、そういう、えー、映画になるんじゃないのかなと思います。